おや、プラチナ様もそういうことに興味が出てきましたか。いやいや、冗談ですよ。ロードのことは準備が整うまで少々お待ちくださいね。ずいぶん深く入ってしまったな。帰り道わかるか？それに関してはご心配なく。と言いたいところですが、ちょっと迷い気味ですね。おい。いやいや、冗談ですって。大丈夫、ちゃんと覚えてますよ。たちの悪い冗談を言うな、アホ。本気で怒らないでくださいよ。それにしてもいい天気ですね。こういう日はのんびりと茶でも飲んでいたい気分ですが。そんな暇はない。大地、どうしてこんなところにいるんだ、俺たちは。金になりそうな話がありましたんでね。金？この辺でアプラサスを見たっていう情報があるんですよ。ハンターギルド筋からの情報なんで、それなりに確かだと思うんですが。アプラサス、なんだそれは。あれ、渡した本に記述ありませんでした？全部読んだが知らないぞ。ま、もはや滅びへ向かうだけの一族ですからね。知らなくてもプラチナ様の人生には影響はありませんがね。アプラサスというのはまだ魔人が奈落の主でなかった頃にこの土地に占住していた一族の末裔です。言葉の魔力、言霊を操り、魔人には使えない特殊な呪文を使います。外見は魔人に酷似していますが、寿命は数倍ありますし、魔力も桁外れ。大抵美しい外見をしているといいます。ですが、古の一族というのは大抵がそうらしいんですが、獣の特性を体にも取り入れて魔人の体の弱いところを補っている。故に我々からは異形と迫害され、徐々にその数を減らしていったのですよ。滅びたはずの一族がなぜ今さら。数年前にアプラサスの肝が不老不死の秘薬の材料になるって噂が流れたことがありましてね。隠れ里みたいなところにまでハンターが流入してあらかた取り尽くしたとされていたんですが、どうも一匹生き残りがいたらしいんですよ。そんな情報が流れたもんでハンターたちが大騒ぎ。工事家たちはどんどん値を釣り上げるし、闇世界でも捕まえた奴には代金以外に謝礼を出すって息巻いてますしね。いるかどうかはわからないけれど、見つけたら大金持ちって言うんで、今裏世界ではちょっとしたアプラサスブームなんですよ。見にくいな。ま、金はね、大事ですからね。実際俺たちには関係なかろう。金は困らないだけあるのだし、捕まえても何も得はない。バカらしい。そんなもののために俺をこんなところまで歩かせたのか。いやいや、一応メリットはあります。お願いですから、気軽に剣なんて抜かないでくださいよ。まったくもう。
あ、王子、今何か音がしませんでしたか？はぐらかすな。はぐらかしませんよ。ほら、聞こえますよ。確か、こっちから。確かに、聞こえるな。あの草むらの向こうですね。武器の当たる音とも違うようだが。確認してみますか。そうだな。俺が見てこよう。危険ですよ、プラチナ様。こういうのは部下の役目です。私が行きましょう。多分天使ではないだろう。この森の密度だ。羽の痕跡なしには動けまい。そりゃあそうですが。盗賊かもしれませんし、気をつけてください。わかっている。驚いたな。ムカつくです。怒るです。バカにされてるです。別にバカにはしていないが。そうか、お前がアプラサスか。生き物だな。当たり前です。つつかないでください。許さんですよ。別に怯えることはない。俺はハンターじゃないからな。え、ハンターさんじゃないのですか？ただの通りすがりだ。別にお前の素性にも興味がない。動くなよ。魔法で作ってある罠だからな。しばらくするとまた復活する。もう引っかかったりするなよ。こんな幸運はそうは続かん。
なたはとってもいい人なのです。いい人だって助けてくれたです。とってもとってもいい人なのです。成り行きと気まぐれだ。じゃあな。してくれた人にはご恩返しをするのがアプラサスの誇りなのです。何か僕にできることを言ってくださいです。そんなものはない。どうしてですか？お前に何かしてもらうようなことはない。できるですのに。お金とかそういうのはダメですけど、たくさんたくさんできるですよ。お前がか。あ、わかりました。お兄さんは僕のことを信用してないですね。それはいけないです。いけないことです。アプラサスの凄さを見せつけてやるです。そしたらお兄さんの考えも変わるですよ、絶対。どうだかな。何がだ？ナムナムナム。はあ。ズバリ、お兄さんは偉い人でしょう。明日の天気は晴れのち曇り。ラッキーカラーは赤です。プラチナ様、ご無事ですか？ちょうどいいところに来た。変われ。は？頭痛がしてきた。大丈夫ですか？痛くならないおまじないしましょうか？おやおや、これはまたビンゴってやつじゃないですか。ビンゴ？ビンゴって何ですか？大当たりってことですよ。アプラサスの、お嬢さん？男です。バカにすると許さんですよ。じゃあ、お坊ちゃん、一応捕まえておきます。何かの役には立つかもしれませんし。いらん。どうしてそんなこと言うですか？僕、お役に立つですよ。そうですよ、見た目はこんなですが、アプラサスの持つ魔力は強大です。何より言葉で縛る呪いは彼らの古の一族しか使えませんしね。どうしてそんなこ
ことを。調べたんですよ、坊ちゃん。裏世界じゃあなたは随分有名だ。腕利きハンターをカエルにしてたった一人逃げおおせた。カエル？アプラサスに伝わる言霊という魔法です。特殊な息継ぎと秘密の方式で編まれた呪文。かけられたものはまず間違いなく十社の意のままに変化します。ただ失敗した場合十社に跳ね返るそうなので、アプラサスの間では禁じられていたようですがね。アプラサスが慈愛と慈悲でできていると評されるのはそのあたりがゆえんなんでしょう。この奈落にあって自分のことより他人を思いやるなんて全く稀ですからね。ですが彼らはそれを一族ぐるみで行っていた。でもそれが結果的に彼らが滅ぶ一因だったんですけどね。完全無抵抗主義の彼らの中にあって、たった一人抵抗した彼は言うなれば希少中の希少種族というところですか。僕金にもなりますが、手駒としてもそれなりに有用だと思いますよ。僕はもう使わないです。使わないです。もうしないです。あんなこと。だ。放っておけ。いいんですか？珍しい生き物なのに。あれは何かと戦おうとする者の目じゃない。部下に引き入れても足手まといになるだろう。だったら私が捕まえてもいいですか？お前は金勘定しかできないのか。俺は放っておけと言ったんだ。ですが私がやらなくてもどのみち誰かがやりますよ。ほら、この罠だってハンターが仕掛けたものだ。確実に包囲は狭まっている。時間の問題です。ほんの少し情けをかけたくらいでは彼を救ったりはできないんですよ。むしろ気まぐれにかける優しさこそ不幸を招き寄せることもある。部下にしないならさっさと殺せと言いたいんだな。ええ、多分この世に彼と同じ種族はもういない。しかもメスでもないんじゃね。血を残すことはもうできないんですから。それなら何か私たちの役に立ってもらって死んでもらった方が無駄がなくていいんじゃないですかね。もう一度偶然があったら考えよう。それまで生きているといいんですけどね。王子、次はどちらへ行かれますか？